できた道をはたっていくなど気持ちのいいものではないな。それなら浮いてる時に飛行機を飛んでみる。うまく揺れた。今までどこでいるかも。軌道エレベーターか。二度もやることになるとは思ってもみなかった。 あの頃お前はミチルのもとにいたから。
連中の狙いはおそらく軌道を得られるため、その先の衛星拠点でしょう。あそこにはサイバーディーバに関する重要資料があると聞いたことがある。ミラーピースの方だ。連中、その先に軌道エレベーターに続く連絡通路がある。ゲートモノリスを発見し先に進んでください。貴様、女神の身ぐしを渡ってきたのか。我らがためその身ぐしを架け橋としてくださった女神の帝神を踏みにじる、その悪行。奥の天井が破壊されて外に出られるようになっています。さすがに風が強い。ジャンプさんの風になります。ご注意。軌道エレベ、ご分の命を。お待ちしていました、ライフォース。待っていた。あなたが来るのは星の、そして星の光は、ライフォー社は私たちの同星よ。私の使命はパンテ、私ニケと申します。星は救いました。あなたは危うい存在、とても危険。俺に銃口を向けられ、それでも危険を感じない者がいるのなら、天幕滅、シュレッドストーン。
しよう。そうではありません。あなたの進む道はあなたを不幸にする。このままではあなたが身を滅ぼすことになるでしょう。あなたの大切な人すら巻き込む。くだらん。敵の妄言に惑わされる俺ではない。俺は俺の信じる神の導きに沿い、貴様ら化け物を裁く。予言など意味はない。貴様に明日はないのだ。どうやらあなたに星の光が届かぬようでは。くだらんことをいつまでも喋る。そのボーダーを俺が透明する。待てか、まだ俺は戦う。これが星の投げ手を切り出す。